ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパン2019ステージ12福岡、今シーズン2度目の九州。記録的な嵐の中で激しい戦いが繰り広げられました。ゲームオン。年間ポイントランキング1位の鈴木みくるが不参加となったジャパンレディース。2位につける坂口幸恵がその1位の座を狙う。今日だけ本当に今日は絶対に優勝したいなと思ってます。今までのジャパンより多分一番優勝したいなって思ってますね。そんな中、決勝戦に駒を進めたのはステージ6広島以来の決勝となる鎌田蓮。セミファイナル優勝へ向け気合を見せた坂口にフルレグの接戦の末勝利、初優勝を狙う。対するはステージ5新潟で準優勝している田村優乃。前回ステージ準優勝の岩田夏実にセミファイナルで勝利し決勝進出。めちゃくちゃ嬉しいです。もう本当嬉しいですただ粘り強さだけで頑張りました。ホームが神奈川なので神奈川のみんなに喜んでもらえるようにいい報告ができるかなと思っているので、これからも皆さん応援よろしくお願いします。ステージ12福岡の上位8名、ジャパンレディース8の称号を手にした選手たち。そしてポイントランキングはご覧の結果です。準優勝の田村優乃が8位から6位へランクアップしました。一方ジャパン、前回ステージ優勝者ザハツネキがベスト32戦にて村松春樹に敗れるなど、予選からの勝ち上がりを見せたプロたちの活躍が光る展開に。そんな中ファイナリストとなったのはステージ10で優勝、年間ポイントランキング4位につける小野啓太。セミファイナル榎本慎吾にフルレグで勝利し決勝へ。対するは予選から勝ち上がり調子を上げてきた年間1位の大城正樹。セミファイナル同じく予選から勝ち上がってきた柴田豊和を下し、今シーズン7回目の優勝を狙う。
ウィナー小野啓太、ゲームショーウィナー、ね、2勝目がやっぱ難しいっていうのがやっぱ毎年思っていることなので、シーズンの中盤で2勝目ができて本当に嬉しいです。4レグ目がすごいいいダツができたんですけど、自分的には1レグ目の、16を3本目に落とせたことがやっぱ大きかったかなと思います。予選から勝ち上がっていって、ここまで来ることができて、優勝することができて本当に嬉しいです。これからも応援よろしくします。ステージ12福岡の上位16名、ジャパン16の称号を手にした選手たち、そしてポイントランキングはご覧の結果です。優勝した小野啓太が一気に2位へ躍進しました。次回はステージ13千葉。今シーズンも残り6戦、気の抜けないポイント争いを展開するプロたちの熱戦をお見逃しなく。